マジ？ないといざという時困るでしょ。いやまあそうなんだけどさ、男子はみんな持ち歩いてないしさ、ないという時はもう困るけど、困りっぱなしで終わるじゃん普通。お疲れ様です、ムービンです。今回もキミキスやっていきましょう。前回のパートは真央姉ちゃんと下校デートをしたところ、どうやらね、野良猫に餌をあげたかったんですが、その野良猫がいなかったよというのが前回のパートです。前回ちょっと分割したんですけど、今回はやりすぎないようにやっていきたいと思います。はい、気をつけていかないとね、ついついやりすぎちゃうから。30分ちょっと超えるぐらいだったらね、もうしょうがないなと思ってるけど、50分とかだったから前回、それはねやばいっす。あ、おはよう星野さんということで、今回星野さん攻略してません。おはよう。申し訳ございません。今朝は早いのね。今日は早く来れましたね、佐々木。幸先がいいじゃねえか。マオ姉ちゃん的にはポイントが入るかもしれない。というわけで、今回もゲージ上げるイベントがあるかどうかチェックをさせてください。ないですね、まさかのないという。それは困るね。あ、あったわ、校庭あったわ。昼休みに校庭か、なんちゃら休一で校庭か。ということは、狙えますね。つまり3年生、3年生、昼休みは食堂かな。食堂を3年生ということ、3年生プッシュパターンでいきましょう。はい、ゲージを増やして、さらに本日中にアタックをすれば完璧のペキ。はい。何してんの？おっと、声をかけられましたね。体操服姿？珍しいね。体操服姿の姉ちゃんあんまり見ないですね。私があんま校庭行かないっていうのはあるんですけど。あ、まあお姉ちゃん、これから体育？そうよ。運動は得意なんかな？不得意な話は出てないけどね。3年の体育って何やってんの？受験が近いから、ストレッチとか軽いランニングとか。もうつまらなくて。あ、そうなの？受験近いとそういう風に変わるんだっけ？体育のカリキュラムって。あれ、マオ姉ちゃんって体育苦手じゃなかったっけ？失礼ね。運動は得意よ。あ、そうなの？中学の時は点でダメだったと思うけど。あれは、メガネが邪魔でうまく動けなかったからよ。うん、そこら辺も努力して変えたんですかね。ああ、そっか。あの、瓶底メガネじゃねえ。瓶底メガネって何？でも今はコンタクトだから快適よ。すごい分厚いってこと？なるほど。それにしても、まあ、お姉ちゃん制服もいいけど体操服姿も似合うよな。おお、スタイルいいもんな。足なんかスラッとしてるし。あ、やべやべ、ばちょっと待った。おお、なんすかなんすか。ええ、あ、マオチェックその4、女の子をそんな目でジロジロ見ない。それはそう、それはそう。ガン、ごめん。ただでさえこの格好恥ずかしいんだから、そんなに見られたら困るでしょ。あ、やっぱ当時の女性も恥ずかしいという認識はあったんかな。え、そうなの？男は嬉しいけどね。そんな似合ってるのに。男は嬉しいけどね。いや、あんたの問題じゃねえよみたいな、こっちの問題なんだよって感じになりそうだから、こっちじゃない。そんな似合ってんのに。え、まお姉ちゃんスタイルいいから体操服似合ってるし、困らなくても。おいいじゃない。おっと、なんかそこおばさんっぽいな。お、いいじゃないわ。 おばさんっぽいんだけど。え、女の子はね、お世辞でもいいから褒められたいものなのよ。でもこいつガチ本心で言ってそう。いや、お世辞じゃなくて。あー、そうそう、その女子。あれ、すっごく嬉しい。すっごく嬉しい。そうそう、本当にお世辞じゃないんだけどな。マオチェックその後、女の子は照れずにどんどん褒める。なるほど。ちょっとしたことでも褒められれば女の子はすごく嬉しいんだから。だそうやで。なるほどな、ためになるな。でしょ。じゃあね。うん、ありがとう、まお姉ちゃん。どういたしまして。好感度上げて終わったな。そっか、女の子は褒めた方がいいのか。まあ誰でもそうじゃね、それは。それは誰でもそうだろう。はい、というわけであと3回埋めてアタックしたいところ。というわけで3年生の教室行きましょう。頼むで。あ、まあお姉ちゃん話しかけていきます。果敢に攻めていくよ。ちょっと話題変えたんでね、いけるんじゃないですか。いいわよ。何？はい、話していきましょう。相変わらずアタック2つあんの意味わかんないけど、なんかね、健康とかにも気使ってんのかなと思って、でダイエットとかもね後半には入れたんすよ。というわけで健康いかが？よしよしよし。
どうすか、ここら辺のね、美容系も重要視してそう。うん、この人はね。人の眠りの周期って1時間半起きらしいよ。だから6時間で起きるとか、その次は7時間半で起きるとかがいいっていうね。そうなんだ、うん、それでよくそう言いますよね。だから中途半端に長い時間眠るより 1.5 の倍数できちんと起きた方が目覚めがいいんだ。じゃあ7時間より6時間の方がスッキリってこと？まあ理論上はね、そうだね。へえ、サンキュー、早速試してみるわ。いい話題なんじゃない？どう音符？あ、音符だ、どうしよう音符だ。え、ファッション3に増えてるんだけど、あれ？ファッションというかおしゃれ3に増えてんだけど、ちょっと減らしたんだけど、おしゃれだから今日なんかすごい部屋の音の響きいいななんだろう、ちょっと後ろ振り返っちゃったけど、別にいつもと変わってないんだけど、ファッションじゃあ入れますか。あれ、この前外れなかった？この間、あれ、行きつけの美容室でヘアモデルをやったのよ。うん、はい、そうなんだ。いつもカットしてくれてる人がどうしてもって言うからしょうがなくやったんだけどね。うん、なるほど。出来はどうだった？さすがプロよ、バッチリゴージャスに決まってたわ。いいじゃん。私もあれぐらい綺麗にブローできたらいいんだけどな。ブローってなんすか、でもごめんなさい、ブローがわかんない。よしよしよ、何個、何個対何個今。1,2,3,4,5 が音符、1,2,3,4,5。あー、次で決まるね。次で決まんの？次で決まるか、次で決まる。手握っとく。手を握る系は基本的にハートな気がすんだよな。基本的に行動で入るやつイコール上ってイメージなんだけど、甘いものとかも上だったよな。甘いもの上だった気がするんだよな。甘いものどう？はあ、スルーされた。あれ、この話題前入ったのにな。なかなか面白そうな話なんだけどね。いやー、怖いですねこれ。握っとくて握っ、握ろう握ろう、握っていい感じにしてアタックよ。どう、思い切って手を、どうどうどう、ぎゅっ。お、いけるか、いったか、いったか、いったかもしれない。大きくなったわね。おお、いい雰囲気、いい雰囲気。どう、その心は、ハート？いやー、ハートじゃなかったあー、ごめんなさい、ごめん、みんなの、しょうがないわ、しょうがないわ、これはアタックしましょう。いや、次がな、次、うまくいければ、あれだから、あの、スキーに行くから。ん？マオ姉ちゃんはどうして僕とキスを？ファーストキスなのに。どうしてって、そんなに気に病まなくていいわよ。病んでるわけじゃないんだけど。でも、キスなんて子供の頃、二人でよくしたじゃない。そうだの？え、そうだっけ？覚えてないの？ひどーい。お医者さんごっこもやらされたのに。だとしてもさ、高校のこのタイミングでキスするのはなかなかアクティブじゃない？アクティビティじゃない？そう、それはお姉ちゃんがやりたかったんだろう。しかも僕はいつも患者役で脱がされてばかりで。ごめんごめん。私頭でっかちだったから男の子のこと知りたかったのよ。男の子の裸が知りたかったの？そうなんだよな。僕はいつもお姉ちゃんに言われるがままで。不満？ちょっとね。ちょっとか。だから今教えてあげてるじゃない？女の子。おお、マオチェックですか？マオ姉ちゃん。ほら、今なら誰も見てないわよ。え、キスしていいの？え、いいの？いいの？あは、じゃあキスしよっかなーみたいな。マオ姉ちゃんの唇、行くぞ。どうなる？え、え？あ、なに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 、なにそれ、どういうこと、説明して。どうして避けるんだよ。おわずけ。はぁ、なんで。いつもしてるとありがたみがなくなっちゃうでしょじゃあ、うんうん、そっか、ちょっと笑ったのは別の理由があるんだけど。空気みたいなキスなんて嫌よ、うん、もっとドキドキさせてくれなくちゃ。確かにそうかもしれんなうん、ドキドキか。そっか、ありがたみがなくな、そうかな女の子はロマンティックなのが好きなんだから、一つ一つ思い出に残るキスをしてくれなくちゃね。そうなんだ、うん、それってマオチェック？そう、マオチェックその6。
ムードは大切に。あ、でもさ、向こうがさ、今なら誰もいないって誘ってきたんじゃん。どういうこと？手のひら返しすごいんだけど。お姉ちゃん、それは大変だよ。じゃあキスはお預けね。うじゃあまたね。またね、お姉ちゃん。これあれやな、ワンチャンハートに変えるとしたら、この後出会うことによってあれや、一回、あの、それも無理か、3回連続で間違えなきゃいけないんだもんな。 あそこに並んでるのは川原先生。あ、はい、どういうエピソードだっけ。これからお昼ですか。ええー、そうよ。あれ、あーて、あれね、タバコめっちゃ吸ってるやつらがいっぱいいるから、あの、自室でうまく食えないみたいな話ね。自室っつか職員っつか。わざと3回外せば1個減るから、それによってワンチャンいけるかもしれないけど。無理くね。いいよ、暇ならちょっと話さない。3連続で外してマイナスを狙ってハートを入れるという高難度の技。なんかいい話ない。できるか、そんなことできるか。あ、昔はなかった。昔はない。昔はない。とりあえずこれで外す。おし。昔はない。楽しそうな話なの。昔がないのは知ってる。これ、褒める。10着成功しそうだな。ドリンク手料理。手料理入る気がするな。ドリンク外れるか？恋とかも入る気がするんだよ。ドリンク、外してくれ！頼む！よし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 。飲み物という。外して喜ぶってどういうことやねん。なかなか面白そうな話なんだけどね。よしよしよし、興味はないわけじゃない。もう一個もう一個、次何。映像映像、娯楽一個しかない、娯楽一個ない。外ろ外ろ外れ、ドアー外れねはず、なんて外れんだよ、なんてだよ。DVD 何本ぐらい持ってる。10本ぐらいかな。あ、これ持ってるわ、いい話題だわ。結構持ってるね。パパがアクションものを買うときについでに私でも買ってもらうのよ。ああ。ほとんどがモノクロのハリウッド映画なんだけどね。昔の女優さんってすっごく綺麗なのよ。別に今の女優さんも綺麗だけどね。これハートかよ。くっそー。なんだ、なんでよ、なんでハートじゃなかったんだよ。アクセサリーもどうせ入るしな。待って、将来マイナスな話題だったりしない？受験嫌だみたいなこと言ってるし。どう？お姉ちゃんって将来何になりたいの？そうね、フライトアテンダントなんかいいかな。似合ってはいるけどね。どうして？仕事で海外へ行けるじゃない？ブランド品とか安いかなって。結構甘く見てんなこいつ仕事を。でもマイナスじゃないな。あ、これもハートかい。くっそ。あ、ダイエット、あ、ダイエットで減らしといても、でももうこれラストだからな。やだいだ、入るんかい。入るんかい。今日のお昼、え、向こうから喋ってくんの？お、何？いや、普通に中華スタミナ満腹定食じゃないでしょうね。おお、なんか問いただされてる。おや、食べてないよ。よろしい、言いつけを守ってるみたいね。そういう話題になるの。まあね、でも軽い昼食じゃ物足りないよ。すっきりしたかっこいい男の子になるためなんだから、我慢我慢。これはまあプラスっぽいな。どれもちゃうんだって、もう入んねんだよ。くっそー、くっそ、好きじゃなれなかったな。そろそろ行かなきゃ。これによってね、多分ね、中盤のイベントとかが変化するんですよ。じゃあまたね。ラストのね、エンディングも分岐すると思うんで、次のね、レベル4では好き段階に持ってきたいですね。どうにかして。食事、はい、今のでなんで食事の話題が手に入ったか、やんまよくあんねんけど。あ、これはあれですね。あれです。二見さんとの出会いイベントなんで飛ばします。あれ、違う。二見さんとの出会いイベントじゃなかった。靴履き替えてたら転がっちゃって。あ、やべ、飛ばしちゃったけど、あれだ。サークノさんだっけ？さっきのさん、サークノさん、毎回間違えんだよな。多分サキ？これから練習行くところなの。ああ、部活着初めて見た。へえ。どうしたの？じーっと見て。女子サッカー部あったっけ、うちにみたいな。女の子だよね。もちろん。男の子に見える？見えねえよ。バカか、佐々木。いや、一瞬笑わなかった。男にしては胸が、いや、一瞬分からえ一瞬分からなかったよって超失礼じゃない？男にして胸がもう失礼じゃない？嫌にしとくか。いや、でもそれってサッカーボールだよね。うん、
そうだけど。うちに女子サッカー部なんてあったっけ？ないわよ。ないんだよね。ないってじゃあ。ないから所属は男子サッカー部。で男子ボコボコにしてるっていう。え、女の子なのに？そう、女の子なのに。あー、ごめん、そういう意味じゃん。いいのいいの、気にしないで。それにしても顧問の先生によく許してもらったね。試合には出られないけど、いい練習相手になるからね。自分で言うのはなんだけど、うまいのよ私。まあうまそうだよね。アスカターンとか言ってたしね。言われてみれば確かに運動神経良さそうな子だな。アスカターンが完成したら男の子にだって負けないんだから。アスカターン？そう、ゴール前でディフェンダーをかわすフェイントなの。もちろん考えたのは私。強そう。あはー、ちょっと変わった子だな。私は2年 C 組のさきのアスカ。さきのでした。さきのさん覚えらんねんだよ毎回。ごめんね、名前覚えらんないチンケな脳みそしてて本当申し訳ない。ムビネス、よろしくね。はい、佐々木ムビネス、こっちからよろしく。暇だったらサッカー部の練習見に来てよ。うん。男子にもみくちゃにされてるから。もみくちゃはエロいよなやっぱり。じゃね。もみくちゃはエロいよな、相変わらずだけど。いやー、さきのさんね、さきのさんか、ずいぶん活発な子だな。また一瞬忘れたもんな。というわけでアタックは決めたんですけど、残念ながら好き仲良し側に行っちゃったかな。お兄ちゃんちょっといい？というわけで評価聞きましょう。どうしたんだな。というわけであれじゃないですか、そろそろ評価が気になったみたいな。そろそろお兄ちゃんが評判を聞きに来る頃かな。完全に両チームまたはエスパー、はい、飛ばしていきましょう。でも真ん中クソがよ。クソがよとか言っちゃいけないんだけど、次だな、次よ。次、話題の中身は変化してないな、確か。話題袋変わったとは言ってない。だから今回も同じように入れていけばいけるかもしんない。ただ今回スルーされたやつは入れ替えた方がいいかもしんないから。あ、だから分かんねえんだよな、なんかフェーズが進んだら入るやつもあるっぽいのよ、ファッションとかさ。もうちょっとこれでいくか。もうちょっとこれでいきましょう。じゃあ一旦セーブさせてください。はい、寝ます。もう一日だけやらせていただきます。はい、今18分ぐらいなんで、場合によったらスッといけるかもしれないからね、ラスト。さてさて、ペースはすっげえ順調。なるみちゃんと同じ感じだね。お、これでゲージを3年生上げていき、まあ、3年よ。あや、昼休みだけ食堂にするか。なんか神風イベントって言われてるらしいんだけど、コメントも見まして、神風イベントって言われてるらしいんだけど、なぜか食堂で起きないね、神風。なんとなく3年の廊下に来てしまった。まあ、お姉ちゃん教室にいるかな。これゲージアップイベントです。はい、お邪魔します。上級生の教室ってなんとなく気遅れするな。気遅れだっけ。あ、いた。おい、まお姉ちゃん。人前だし、まお姉ちゃんって呼ぶのまずいか。水沢さん。聞こえないか。よし、水沢さん。どうしたのよ。あ、いや、なんとなく来ただけなんだけど。そうじゃないわよ。なんで水沢さんとか言ってんのよ。人前だからさ。もう気持ち悪くて鳥肌が立っちゃったじゃない。いいじゃん、みんな呼んでんだろ普段は、水沢さんって。 ごめんって、名前で呼ぶとまずいかなと思って。いいわよ、まお姉ちゃんで。気の回しすぎよ。弟いたっけとか話になるでしょ。そっか、ごめんね。中においでよ、ここで話すのもなんだし。まあ中入ったっていいだろうね、別に。普通に他クラスの人とか朝とか入ってくるしね。ここが3年の教室か。どう？感想は。どうですか？みんな真面目に勉強してそう？あんまり変わらないね。変わんないか。そりゃそうよ。同じ学校だもん。内装が変わるわけもないしね。でもなんていうか、受験生っていう緊張感みたいな伝わってくるよ。あ、それはわかるな。そう？どのあたりに？なんかみんな勉強してたりしな、朝。いや、まお姉ちゃんからは全然伝わってこないんだけどね。周りの人は結構キビキビ勉強したりしてんのかな。お姉ちゃんは大学受験しないの？私は中学受験の失敗で燃え尽きちゃったからな。あ、失敗してもういいやってなっちゃったんかな。もともとガリ勉みたいなこと言ってたし。おかげで教科書読むとジンマシンが出ちゃうし。え、そこまでか。え、そうなの？そうなのよ、教科書なんか見るのも嫌。でも大学は行きたいし、どうしよう。そこまでなんだ、マジか。結構がっつりくじけた感じなんだね。あれ、
胸のボタンが取れかかってるわよ。マジ？なほつれちゃってる？あ、本当だ。直してあげるわよ。マジで？いいよ、後でナナに頼むから。ん？私の腕が信じられないってわけ？いやいや、そんなことは言ってないけど、ここでさ、脱ぐの嫌だしな。でも、あ、いや、そうじゃなくて、その裁縫道具持ってんの？当たり前じゃない。もう、見くびられたものね。学校に裁縫道具持ってくるか、普通。ほら、そのまま動かないで。え、着ながらでもできんの、そういうのって。初めて知った。こういう感じなんだ。あ、まあ確かに簡単か。できるか。わざわざ脱ぐ必要はないか。いやでも脱いだ方がやりやすいだろうな。う、まあ、お姉ちゃんの吐息が胸に。私が裁縫道具を持ち歩いてるの意外だった？まあね。女の子はみんな持ち歩いてるものよ。本当？そうなの？ええ。マジ？ないといざという時困るでしょ。いや、まあそうなんだけどさ、男子はみんな持ち歩いてないしさ、ないという時はもう困るけど、困りっぱなしで終わるじゃん普通。いざという時、例えばスカート引っ掛けて破れた時とか。ああ、そういう時か。そのまま放っておくわけにいかないじゃない。もう男だったらズボンがパックリ分けて割れて、あのお尻丸出しになっても放っとくけどな。私が中学の時は多分、中学高校の時はほっとくな。備えあれば憂いなし。ほっとくか、ジャージに着替えるか、どっちかだな。はい、できた。あー、よかったっすね。まお姉ちゃんかわいい。バッチリついてるよ。ありがとう、まお姉ちゃん。どういたしまして。まお姉ちゃん、刃かわいいよな。刃あるよね。というわけでゲージが増えて、ここは下校デートを成功させないと解放されないんですわな。やっていくぜ。アタック決めていくぜ。見ててくださいよ。今回ちゃんと好きに持ってきますから。はい。とはいえ、傾向が近しいから同じの投げるだけなんだよな、ぶっちゃけ。いいわよ。何？はい。というわけで投げていきたいんですが、まあ、ファッション入ったよね、前回ね。マジで意味わかんない。将来とかももう一回投げてみようか。うん。ハートだった気がする、これ。あ、中身が変わったね。あれだね、キャビンアテンダントとかの夢の話じゃなくなったね。結婚するなら見合いがいい、恋愛がいい。私は断然恋愛ね。そうなんだ。どうして？知らない人といきなり結婚を前提に会うのはちょっとね。それは前も言ってたよね。ラブレターとか知らん人からもらってもなみたいな。やっぱり恋をしてから結婚したいじゃない。なるほど。さて、どっち？おっしゃ、ハートいただきました。甘いものどうだったっけ。甘いものスルーしたんだっけ。この前ドリンクもスルーしたんだっけ。手料理入るんじゃない。手料理入んないね。うん、手料理は入らない。前入ったけどな。意味わからんな、これな。手を握るは成功したけど、音符じゃなかっ、ん、違うか、ハートじゃなかったんだよ。健康どう。よし。暑い日が続くけど体調はどう。あんまり良くないわね。夏バテがずっと続いてるみたい。あー、ちょっとマイナス的な話になってしまった。食べる量が減ってるからダイエットにはちょうどいいんだけどね。あー、そういう考え方不健康だな。どう。おー、音符か。でもまあ増えるのか。恋か。恋どうでしょう。ダメか。前は入ったけどな。難しい。まお姉ちゃん、まお姉ちゃんむずいぞ。もうラストになっちゃったしな。昔の話入るか。ファッション。おっしゃ、ありました。ハートであってほしいんだよな、ハートで。この間行きつけの美容室でヘアモデル。あ、これやったね。これ話したね。プロだったからすごかったぜみたいな。うん、これハート。よしそろそろ授業が始まるわね。よし、次でアタックで放課後デートをしたいね。今回アタックしたかったけどな、難しかったね。しゃあないな。食堂行きましょう。どないしょとか、どざんしょ。お、さっきのさんだね。さっきのさん話しかけません。まお姉ちゃんいる。お、まお姉ちゃんだね。あ、暇ならちょっと話さない。話しましょう。いいですよ。さて、ただアタックができるかどうか。なんかいい話ない。ありますよ。話題袋揃えてきてるんで、アタックできますね。さて、狙っていきたい。褒めるハートじゃなかったか。ちょ、甘いものとかドリンク入れたいね。ドリンク、さっき外れたけど。あ、ダメか。多分ターンとかでも変わってくるような気がするんだけどな。2入ってんじゃん、食べ物で。映像入ったんだよな。
映像映画の話入ったんだよな。じゃあ入れるか。よしよし、これハートだったかな、オープンだったかな、ちょっと覚えてないな。うん、で DVD 何個持ってるっつって、結構持ってて、あやべ、違う話だったかも、ごめん。確かお父さんと一緒にみたいな話を聞いた気がする。手を握ったら音符だったんでね。褒めていこう、褒めよう、ハートを狙う、褒めてハートを狙う。どうでしょう、まお姉ちゃんっていつも楽しそうだよね。もちろんよ、だって楽しいんだから。これハートじゃなかった、勉強以外の時はね。もうそれを言わないでよ。かわいい、かわいいぞ。あ、音符か。でもこれでアタックしよう、これで今マックスだからアタックしよう。これ多分もう一個入んないから、今んとこハートリードね。ハートリード状況、今日一緒に帰んない、頼む頼む、よし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 。私もあなたと帰りたかったよ。おー、ドキドキする、ドキドキするぞ。結構ハートと音符がいい具合にこう楽しみにしてるわね。マキシムしてるから今、マキシムっていうのか、ミックスだな、ミックスされてるからね。怖いね、怖い。これ仲良し行くのか好き行くのか決まりますよ。今の状態ってどっちなの、正直どっちなんですか今。あれだね、3年で話したところで変わんないね。ただ傾向を見とくか、記憶が持つか分かんないけど、話すんだけど記憶が持つか怪しい、記憶が持つか怪しい。私の中でダイエットは音符あったんじゃない、なんかもその話をした時にちゃんとあれ食わないで置いてるかみたいな。アクセサリーどう、入んねえな、おしゃれわかんねえやっぱ。あ、じゃあ3連続失敗でもワンチャンありだなこれ。昔、よし、これ最悪1個減らそう、これ1個減らそう、1個減らすことも考えよう、視野に入れよう。甘いものどう、外せ外せ、うわー外った、あれさっき入ってなくなかったっけ、このとこあれロールケーキが流行ってるのよ、知ってる。うーん、そっか、いや知らないけどね。うん、有名なシェフの専門店を出したのがきっかけなんだけどね。あ、好きそうな話だね、しかも季節のフルーツとたっぷりの生クリームをスポンジでくるっと巻いてあるのよ。うまそう、流行るのもわかるわよね。あれさっき甘いものす通り過ぎてったような気がするんだけど、あ、でも入ったわ、入ったならいいや、入ったならいい、入ったならいいや。入ったならどうしよう、逆に、なむしろなんだろう、失敗したくないよね。体とか聞いてみて、減りそうだけど聞いてみてーなー、聞いちゃおあ、入ったわはい、聞いちゃお、マイナスだったらごめんなさい。自分の見かけで好きなところってどこ、全部、強いなこういう女で全部。あ、ほら中学の時よりは全体的にマシになったかなって。でも中学の時にあのメガネ姿も可愛かったけどね。どう、あ、音符系ね、はいはいはい、音符系でした。ダイエットの話をもう一回しとこう、入りましたね。どうなる今日の、あ、昼の話ね、満腹定食じゃないっしょみたいな、豚になるわよみたいな。本プレンちゃんもあるのか、怖いなこれ。もっと話していたいんだけど、そろそろ行かなきゃ。オッケーです、じゃあまたね、楽しかったわ。顔赤くて可愛い、頬ちょっと赤い、や赤いぐらいいいよね、可愛い。あ、恋が増えていく、恋レンチャン投げもできますね。あ、掃除当番すっかり忘れてた。え、これどのストーリー。あー、ピアノか、ピアノであれだ、四条さんだっけ四条さんだよな、四条さんだね、はいはい、四条さんと出会う話だね、はい、OK です、飛ばします、はい、飛ばしました。というわけで、さてそろそろ帰るかということで帰っていきましょう。まあ、お姉ちゃんと下校デートをしていく。さて今回はまたステいない、よしよし、まおチェックセーフですね。あ、まおねちゃん、これから校門へ行くとこ？そうよ、タイミングバッチリね。前回ね、またしちゃいけないっていうまおチェック入りましたんで。じゃあ行こっか。はい、そうだね、そうだねっつって。テンションがさ、若干こう主人公との差があるんだよ。いや、これだけ？これだけ？じゃないよね。なんかイベントなかったっけ、ちゃんと。あー、よかったよかった。ね、ゲーセン寄っていかない？ゲーセンとか行くんすか、まおねちゃん。ゲーセン？まおねちゃんってゲームやるの？もちろんよ、うまいのよ私。多分記憶がもう中学の頃から剥がれてないんじゃないこいつ。いや、そうなんだ、じゃあ腕前見せてもらおうかな。いいわよ、行きましょう。いいっすね、
ゲーセン行くんだみたいな。あんだけ勉強付けだったのみたいな。何やる？決まってるじゃない。最新型のドライビングゲームよ。そういうの好きなの？え、最新型ってあれ？そうよ。どれのことだ？あんなのお姉ちゃんやれんの？まあ見てなさいって。うまいんじゃない？めっちゃ実は。お、ワンクレジット入れた音がしましたね。お、なんか始まったぞ。さあ行くわよ。なんか始まったぞ。めちゃめちゃ古そうなドライビングが、めっちゃ振動してる私のコントローラー。古そう。これえ、これ操作できんの？そういうわけじゃないよね多分ね。操作できない。あ、間違えちゃった。あー、オーケー。セリフの送り速度。おー、めっちゃ震えてる。めっちゃ、おー、上からめっちゃ来るね。おー、いいっすね。避けていく。おー、いい。これ、ハンドルでさ、動くたびに震えるんですよ、こっち。おー。結構震えてる。後ろから来たね。後ろから来るとかあんの？ずるくない？それ。わ、危ない。ライバルカーが。そこ？おー、すごい避け方。しかも、ガードレールスレスレだ。おー、スピードが上がってきた。しかも、おー、抜き去っていく。これは爆走1位か。今何位だ、わからん。尺度がわからん。ラップ数とか順位とか載せてくれ。すごい完璧なハンドリングとアクセルワークだ。まだまだ驚くのは早いわよ。来るぞ。鬼のカーブが来るぞ。来るか、カーブ。カーブとかなさそう。おー、早すぎるんご。お姉ちゃん、いくらなんでもそれはスピード出しすぎじゃ。いいから。声変わってんだけど、声のトーンが。後ろから来てるぞ。ダンプができた。あ、ライバルカーが滝のように。これは避けるんて。飛ぶとかあるんですか。決まった。ジャンプとかあるんですか。あ、ジャンプしてライバルカーを飛び越した。すごいよ、まお姉ちゃん。でしょ。男好きそう、こういうの。おーとかずっとうるさかった。音量調整後で大変なんだよな。こうしてもお姉ちゃんはコースレコードを次々と叩き出した。ニューレコードですね。はい、楽しかった。私もすごいびっくりしてしまった。まお姉ちゃん、機微な最速伝説を見たよ。勝負してみる？勝てるんかこれ。いや、遠慮しとくよ。さあ帰ろう。そうだね、楽しかったわこのイベント。昔超古いドライビングゲームだったけどね、あれ。まあ、でも見てて楽しかったです。こうしてマオネンちゃんと一緒に帰った。おー、いいっすね。比率的に今ハート勝ってますね。いいね。というわけで一応7に評判聞いて終わりにしましょうか。はい、ナナン。最近マオネンちゃんといい感じなんだぜ。まあ、マックスっすよね、ほぼ。どうしたのお兄ちゃん。はい、評判教えてほしいっす。いいよ、教えてください。こんな感じかな。教えてください。うるせえって言われそう。これで全員と知り合いましたね。はい、というわけで今全員出てきたんだけど、進めてるのが、結局マオ姉ちゃんしかいないんで、でマオ姉ちゃんのここ入んないはずだから、次でゲージを上げるイベントの後にバチコリ間違えてたら、アタックを決めていきたいんご。はい、はい、というわけでここら辺で本日の収録は区切ろうかなと思います。まあ、お姉ちゃんめっちゃ順調っすね。はい、次の週ぐらいにはもう終わってデート行けちゃうんじゃね、下手すれば明日にデート決まっちゃうんじゃねえ感がありますけども。はい、このゲームね、デート決まった後にスキップができるっぽいんで、まあ、そこら辺は特に気にせず、とにかくね、このことを好きになれるようにだけ集中して頑張っていきますんで、はい、今後もよろしくお願いします。というわけでご視聴ありがとうございました。ムーミンでした。バイバイ。